お疲れ様です。デカミクちゃんチャンネルのロイです。アルゼンチンテグー用にトロ船を買ってきました。奥行き70センチの衣装ケースにとりあえず入れたんですけども、ちょっとやっぱり水入れを入れると狭いので、で今日ちょっとお部屋んぽさしたんですけど、やっぱり伸び伸びとしてましたんで、これが、60センチの90センチ、100センチ、あ、100センチかな、です。なので、まあ、それでも狭いと思うんですけど、だいぶ広々としています。ただ、もちろんずっとこれで、飼育するわけではなくて、私が起きてる時、そばにいる時は、ここに入れて、寝る時は、また衣装ケースのケージに移します。というのは、ここ私の寝床なので、こういう感じで、金網が開きます。で、これは適当な、タオルをですね、3、4枚入れました。というのは、この中に潜って寝るのがどうも好きみたいなので、こうしてあげた方がいいかなと。ちょっとごめんね。こんな感じで、くつろいでます。起こしてすまん。はい。かわいいですね。戻しましょう。今日は、刺身を食べたので、チンゲン菜と小松菜を食べるかなと思って一応入れときました。はい。ちょっと今日夜出かけるんで、帰ってきたら食べてればいいんですけど、はい。こんな感じです。なんか起きちゃいましたね。はい。